マンデーナイトフットリコ。こんばんは、フットリコです。こんばんは。フットリコは毎週月曜22時、金曜22時30分からクラブのニュースやマリサポ内で話題になったトピックスなどマリノス周りのニュース出来事をモデレーター3名によるおしゃべりや解説でお届けしております。はい、はい、マリノスサポーターになったばかりの方からベテランマリサポの方までマリサポみんなで楽しめる番組を目指しています。はい、番組放送翌日以降にはアーカイブ配信も行っていますので、もしよかったらそちらもお聞きください。アーカイブをお聞きいただいている方は YouTube のチャンネル登録、いいね、ポッドキャストのフォローもぜひお願いします。します、はい、それではモデレーターの挨拶をしたいと思います。皆さんこんばんは、なりです。よろしくお願いします。お願いします。はい、あきらくんお願いします。はい、風の吹くまま気の向くまま、どうも引き続き王者の皆様、さすらいのサポーターあきらです。よろしくお願いします。はいはい、パンダさんお願いします。2冠、まず2冠、2冠ですよ。今年のタイトル全部取りたいと思います。リカパンダです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。2冠なんですね、1冠じゃなくてね。2冠ですよ、はい、2冠ですよ。取れるタイトルは全部取るんだから、はい、ちょっと1回全部並べてみたいね、はい、そう、どれだけ取れるかっていうのを1回検証したいよね。確かにね、取りたいね、うん、はい、以上の3名でお送りします。はい、はい、いつものお願いが3つあります。1つ目は感想やタレコミ情報などぜひツイッターでつぶやいてください。話しているトピックについての補足情報なども大歓迎です。ハッシュタグはふっとりこ FOOTRICO でお願いします。はい、2つ目はマリサポのお友達にフットリコやってるよと教えてあげてください。アプリ社のシェアボタンを押すとこのルームのことをツイートできたり、お友達に教えてあげたりすることができますので、もしよかったらお願いします。はい、最後にフットリコのクラブのご紹介です。コミュニティのようなものです。クラブのメンバーになっていただくとフットリコについての通知が行くようになりますので、ぜひお願いします。メンバーになるやり方はアプリ上部にある大文字でフットリコ、緑のお家のアイコンをタップしてください。はい、はい、ここでジョインクラブとジョインクラブと、ボタンが表示される方はまだメンバーになられていないので、ボタンを押してメンバーになっていただけると嬉しいです。はい、ちなみにフットリコクラブメンバー数が549名ですね。え、一気に増えてるよ。はい、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、開幕すごい嬉しい開幕変わる、開幕いいですね。はい、ね、じゃあマンデスもこの勢いで、はい、ぜひぜひお願いします。はい、はい、ではトピックいきたいと思います。はい、いやなんか気持ちいいですね。はい、2月11日土曜日富士フィルムスーパーカップ2023が開催され、2対1で横浜 F マリノスが、富士フィルムスーパーカップタイトルを獲得しました。スーパーカップ6度目の正直とかが書かれるとか、はい、本当にさ、はい、いじらないでほしいよね、試合前悪手もうたやんな。めちゃくちゃいじられんなと思いながら、あの本当の煽り V だねとか言いながら見てましたけど煽られてんねとか、はい、プロレスじゃなくてガチのやつね。よかったですよ。はい、はい、得点者、前半30分エウベル、後半16分、うん、西村拓真選手でした。はい、久しぶりですね、これモデレーターからコメントいただきたいと思います。明らかお願いします。いや勝ってよかったっすね、うん、今年もこの一言で始まれてすごく安心してます。まあ何でしょうね、マリノスもなかなかこうフルメンバーではなかったので、上島がね右サイドバック2日前にやるぞって言われたりとかいろいろとありましたけど、まあ、でも概ねは去年と変わらないっていうか、いわゆるマリノスらしいサッカーがまあ節々で見れたんじゃないかなと、うん、思う展開で、試合前の予想でも話しましたけど、やっぱり甲府いいチームですね。最初のあたりとかすごく強度高かったし、で何より約束事がしっかりしてるチームだなと思いながら見ていて、これに一番最初で当たれたっていうのはちょっと大きかったんじゃないかなと僕は思いますし、
やっぱりマリノスのサッカー好きですね。そこの一言につけますね。はい、なので今週金曜日もね期待していきたいなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。はい、パンダさんお願いします。なんかみんな大人じゃなかった？ちょっと大人、スタジアムにいた全員、いやピッチがはい、なんかさ急増サイドバックの試合の時って意外と勝つみたいな感じしないみんなね、分かるな、これで負けたらってそう急増ボランチの時とか何か一瞬こう条件付きみたいになった時にちょっとした割り切りが発生するじゃないですか。あ、なるほど、はいはいはい、そうですね。なんかそういう時って意外と勝てるというか、なんかそういうイメージちょっとあって、プラスこのまだ2月だというのに、特にロペちゃんとエーベル先生が仕上がってんなっていう感じがすごい、いや勤勉なブラジル人とはまさにこういうことみたいな感じを感じたのと、あと個人的に一番輝いてたのはカツク、なんかまあ、去年こうどんどん調子を上げていって、そのままこうオフに入った感じがなく、そのままこうキュッ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 ってずっと上がっててるみたいな、こう勢いを感じたの、カツ君には特に。そう一番ちょっとなんて言うんだろうな、あのメンバーの中でこうスター性がすごいあったというか。で、まあ、もちろんね、鍋子とかもすごいみんな良かったな、良かったよみんな、そうだから、なんかすごくなんか今年のカツ君すごいキラキラしてるなというかちょっとそこがね、期待値がすごいさらにね上がりましたね。はい、簡単にそんな感じでした。はい、ありがとうございます。はい、そうですよね、勝くんね、まあ、特に、まあ、メンバー構成上やっぱり左サイドで作るっていう、まあ、形になった中で、ね、何もなんか引っかかりも何もなんて言うんだろうな、もうまんま本当にマリノスまんまを体現してくれて、そういや、すごいね、楽しいんだろうね多分本人ね。いや、すごい楽しそう、カズ君、本当に。いや、いいね、はい、それがいいなと思って僕はですね、そうですね、僕はバックスタンドのもう、コーナーらへんの1階の前の方の席だったんですけど、もう日差しがすごくて、あ、日差しはね、まあ、確かにすごかったですね。だいぶ見えなかったですねそう、帽子持っていこうかすごい迷ったんですけど、やっぱ持ってきゃよかったなって思いつつ、日差し作って、まあなんとか見てましたけど、カバーの上にこう雪解け水みたいなの残ってて、めちゃめちゃ反射しませんでした？キャッキラキャッキラ。3階にいたんですけど全然見えなくて、後半の終わりの方3階やばそうだったね。やばかったっす、本当に。まあ前半寒そうだったけど、まあそういう感じなので、得点シーンとか、まあ、なんとなくしかなんか感じてなかったのが、入れ替えたしね、ピッチもね、で30分の、ね、エウベルのゴールの、まあ、流れはなんか、あ、なんかエウベルに行ったと思ってたんですけど、ちゃんと見直したら、まあ、すごかったですね。これやこれこれみたいなですね、これやこれやで、そうですね、出して動いて剥がして、出して動いて剥がしてっていう、いや気持ちいいでしたね。はい、あとはですね、しんちゃんかな、はい、畑中選手、はい、なんていうのかな、まあ、今回は結構、まあ、右のセンターバックとしては、まあ、ある程度畑中君で行くんだろうなという感じが、まあ、している状態の中で、まあ、出てきて、まあ、そつなくこなせたのかなと思いますね。はい、まあまあね、右サイドバックの上島君だったので、まあ、そっちから組み立てるってことがなかなかね、まあ、上島君自体がそのオーソドックスなサイドバックの動きもちょっと難しそうだったので、まあ、ちょっとね、それはなんか、ややスリーバック気味な雰囲気だったよね。そうそうそう、左にね、そうそうそう、スライドしてっていう、もしかしたらそれもまあ楽しく試したかったのか分かんないですけど、まあまあまあ、新しくああいうのができるのっても面白い、それがそういうのもあり得るよってことなのかもしれないです、オプションが増えるのはいいことですからね。そうそうそう、はい、だからまあっていうのもあったので、まあ攻撃面はね、ちょっとね、もうちょっと見たかったなと思うので、松健さん、小池優太さんお待ちしてますって感じですね。松原健さんはなんとなくだけど、多分照準とどろき、まあ、エドゥもそうかもしれないけど、まあまあまあ、そうですね、なのかなっていう気はしてた、完全に。そうだよね、
はい、うん、あとは帯くんですかね。帯くんも、はい、全然そつなくだし、中距離のパス結構ねいいの通してたよね。うん、うん、はい、うん、トライしてましたね、うん、なかなか楽しくなりそうだなと思いました。はい、あとは、あ、まあ、メンツがっていうか交代がガチすぎる感じでしたよね。なんてなんて交代がガチな交代でしたね。なんていや、まあ、タイトルね、取りに行ったからね。それが横浜のやり方でしょ。うん、そうね、朝日くんもうちょっと見れるのかなと思って。いや、タイミングがね、気持ちよさかったよね。そう、2、3分攻めてやりたかったよね。はいはいはい、はい、うん、まあ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 、まあ、でもね、まあまあまあ、はい、位置に入ってくれて、ごめんて、はい、ごめんて、はいはいはい、まあでもね、まあ、全体的にはやりたいと思ってることは多分できていたんだと思うし、期待ですね、うん、はい、うん、はい、という感想でした。はい、ですね、スーパーカップも冒頭に言いましたけど初勝利ですね。で、あの過去の歴史上、まあ、マリノスがゼロックスはちょっと取れなかったんですけども、そうですね、あ、なるほど、別にね、まあ、ゼロックスとの相性だったんだね、はい、はいはい、申し訳ないですけどもね、あのお隣、MT お隣でしたけども、はい、まあ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 、まあ、はい、スーパーカップ取りましたから、はいはい、そうなんですよ、はい、で、賞金が3000万円もらえるそうですね。やったよ、一人分年俸払える、はい、本当っすよ、いい一人分だよ、うん、はい、うちの中ではね、はい、そうっすね、はい、っていう感じですかね。あとは、あ、VAR ね、あ、めちゃくちゃ高かったよね。3D とバーディクト、 3D ライン引いたのか、引いてた、うん、でもあれだってラインじゃなかったよね、だってあれ、そうそうそう、問題はね、今回の VAR はそうそうそう、オフサイドだけど、そうですよね、オフサイドっていう、まあ単純なラインの話だったらファクトで多分、うん、ライン引いて終わったんだけど、はい、終わったけど、フィールドビューになったので、まあ、解釈なんだなと思ったら、そうそうそう、まあ、手前にいた、うんうん、ピーター・ウタカかの一発目が触ったかどうかってことあれ、はい、そうですよね、なんか、うん、ウタカがなんかね、ヒュイってやるからね、そう、なんか、まあ、あれ、ビジョンで見てても正直分かんなかった、どっちか、うんうん、はい、で、まあ、なんか引いてるっぽいなっていうのだけは見えた、うんうん、そうそうそう、うんうん、はい、で、まあ、やっぱちょっと時間かかっちゃったけど、まあ、ゴール認められてっていう感じになりましたけど、まあ、でもまあやっぱり会場内に流れるのはいいですね。だがしかしオンフィールドに行くまでの時間めちゃくちゃ長かったよ。そう、あれはまあ試してるんだろうなって感じしましたけどね。一回実は引いたのかなとか思った。多分そうじゃない。うんうん、そう。でさらに、でも結局解釈の部分だったから、うん、まあ、オンフィールド進めたけど、うん、一回引いてるのかなって、もし彼に引いてみたんだったらちょっと見せてほしいなって思った。確かに。どうせ引いたんだったら。あれでもあれですよね、中継の方でテロップで出てきてたんですよね、うん、あ、出てんだ、今何見てたみたいなのが。ああ、一応なんかさ、ビジョンにもさ、ちらっと出てはいるんだけど、そうそう、出てましたね。そう、 3D ライン実際判定に使われたら、あれ J リーグもちゃんと出るのかなってすごい気になってるんだよ。確かに、うん、豊かの1ミリでしたっけ、なんかそれっぽいワードになりましたけど、テレビ組がめちゃくちゃブチギレてたけど大丈夫なんか、あらゆる方向から、いろんなサポーターがなんかブチギレてるの見たけど大丈夫かなと。いろんなサポーターなんだ。そうそうそう、ほら見てるのが当事者のサポーターとかっていうよりは、うん、結構他の J リーグファンが多いじゃん、はいはい、そう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 、そうね、まあ、J リーグファンがやられて嫌なこと、はい、すごいね、うん、まあまあまあ聞いたみたいだね、はい、っていう感じでした。まだ TVer 見れるのかな、ちょっとどうだろう、あ、見れるじゃん、わかんですけど、日曜日は見れたので、うん、あ、まあ、うん、はい、見れる人は言ったら、はい、見れそうであればね、したい人ね、はい、ぜひぜひ、はい、まだまだね、薄切れ程度に見てもらって、はい、でそれが終わったら、あ、どうしようかな、いいか、マスコットたちですね、はいはいはい、マスコット総選挙、マリンちゃんが優勝しました、おめでとうございます。王族ですよ、王族になりましたよ、これで。そうなめ。3人ともね。もうこれで、貴族と、マスコット界で貴族と呼んでほしい、本当に。ロイヤル、ロイヤル。ロイヤルです。ロイヤルファミリーなんで。ロイヤル、横浜王朝ですね。王朝ですね。ああ、いいね。王朝ね。はい。王朝の朝は鳥の字ですね。いや、そうですね。あ、なるほど。はい。史上初、クラブのキャラクター3話全てが1位を取る快挙。史上初女子マスコット確かに、あ、そうか、うちも史上初ですよ、ね、うん、あと初出場、初出場で1位ってあったっけ、ビビ君とか初で取ってるっけ、ありそうな気がするね、うん、
たあったな。そうそうなんですよ。はい。で、それで試合が終わったらマスコット大運動会だったんですけど、うん、マスコット大運動会のちょっと手前で、まあ、甲府の、ね、選手たちも挨拶をしてきて、ありましたね。はい、したね。でその後あのうちの選手たちが来てくれてたんですけど、僕のちょうど脇 の, そのマラソンゲートからベガッタがいきなり出てきて、てかあそこにねみんなね結構早くから待機してたよ。た出てくるの早くないと思ったんだけど。反対もそうだったね。そうそうそう。疲れちゃうよって。ベガッタはそこからその、ね、列から離れて出てきて、ちょっと前に出てたの。長戸くんとね、はい。勝くんも結構気づいてバーって言ってたみたいで。言ってた言ってた。そう。素敵と思った。J リーグの英語ツイッターかな、英語。うん、そうですね。はい、出てましたね。はい、動画出てた。動画出てて。でベガッタの方で、そのベガッタアングルの方の勝くんのすごい満面の笑みの写真が上がってて。なるほどね。ベガッタさんも大ベテランですからね。ねえ本当に多分あの本当本当あうんこれはあのブログとか見てもらうと分かると思いますけど多分超ベテランですね。はい、なのではい重鎮としてねマスコット会挨拶にね、そうなんですよ。もうベガッタさんベガッタ先輩みたいな感じになってますね、はい、最近は。はい、そうですね、西村くんはベガッタのところに来なかったけど、ね、そうそうけど後でね、後でね、いやでも、はい、でもベガッタさんは西村大好きなのよ、うん、そうそうなそう、はいはい、片思い、そうなんです、すごいいじってたずっと、はいはい、だから大運動会の始まる前にあの平ちゃんにベガッタがあの西村は仙台が育てたっていう、だってマリノスのゴールラ来ても言ってたらしいからね西村返せっつって言ってたらしいよ。いやいや、はい、返さないけどね、はい、返さないよ、はい、っていうことでそういう、ね、交流もあったり、はい、で、まあ、でマスコット大運動会ですね、はい、結構半分とは言わなくてもまあまあ残ってたんじゃない。そう結構いましたよね。結構いた、結構いた、ね、はい、わちゃわちゃしてましたけど、あら良かったっすわ。めっちゃかったですね。久しぶり、いや私あれかもしれない、生で見たの初めてかもしれない、うんうんうん、大運動会始まって以降、うん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 、昔はゼロックスじゃなくてほらすっごい大昔はさオールスターとかでもやってたじゃないですか、うん、あれおースーパーカップでやるようになってから初めてかな見たの生で、うん、はい、で、まあ、最後の、対決がマリノス系とフロンタのあれはもう物言いですよ。あれはねちょっと あれこそ VAR っすよ。いやあれは本当、ね、意見状を出すべきですJリーグに、うん、審判団に向かって初めてひらちゃん嫌だなって思っちゃう。うん、あのダメでしょ。あ本当ね、あの最近のね小学校の運動会とかもああいうとこあるのよ。引き分けで終わらせようとするみたいなちょっとそういう雰囲気あるんですよね。あの片方がすごい強いとか。ポストに当たったらもうダメでしょ。自力で外してんじゃん。ポストに当たってその外にだってねそのそうそうエリアの外にいるスタッフに当たってんだからアウトじゃん。ポストに当たって入っちゃったらしょうがないですよ。ポストに当たってもういいや、はい。で大逆転ポイントで白組が勝ったそうです。でさ、はい、マリノスケのさ飛び方が非常に良かったよね。そういいよ、あの彼はいい選手になると思う。一瞬いくら乗り移ったかなと思いましたけどね。そうすごい勢いでいくからちょっとお腹大丈夫かなと思ってマジで悔しそうだったな。でもマリノスケ、あの VAR の判定聞いた瞬間のマリノスケのがっかりっぷり。そう。みたいな見たことのないぐらいのがっかりっぷりだったよマリノスケ。そうなるよ、かわいそうに。大人ってって思ったよきっと。はい。はい。で、あとはまあ場内でのイベントで言うと、まあ、JO1 とラブライブの、はい、コラボがありましたね。やってましたね。あのわちゃわちゃをよくぞまあ、あの付き合っていただいたよ。いや本当です。ライブの、はい、うん、お二人に勝つってね。そう移りたがりばっかりだもん。もう関西がまあうるさい。そうね、関西はもう関西、関西うるさいけど、だって関西にいるときにさ一緒になることはないわけでしょ。だって普段の多分スタジアムより元気やったよあの人たち。お互いのとこに行けないじゃん。もうビアンナ動いてるの初めて見るんだって。ねえ。そう。
あれガンバボーイとかはまああと、ねね、まああとあれね、あの息子の方よ、ロビー、母ちゃんいねえからさ伸び伸びしてたよね、やりたい放題でしたね、うん、お二人もね、付き合っていただいて、それの後にね、ちょっとトークショーがあったのかな。そう、一応なんか、まあ、ミニトークショーっていうのもともとプログラムにね、入れられてたので、ね、あと JO1 も、JO1 のファンの方がね、いっぱい来てくれてて、いや、そうできて、あ、ここにいたのみんなみたいな感じで、そう、だいぶおった、いや、楽しんでくれてよかったなと思いますね。そうなんですよ、その前になぜか犬がね、あのうちわ持ってね、そう特等席で見てましたけど、そうそうそう、最前にいましたね、楽しそうだったね、最前があれね、はい、盛りだくさん、はい、あとはちょっと皆さんの中で話題になってたのは、あの Google で検索をするとなんと花火が上がるという、あ、言ってましたね、はい、結局やらなかったけど、まだまだ上がる、まだ上がる、上がる、うん、まだ行く、まだ上がる、王者なんでね、はい、ぜひぜひね、あの、そういくらでもやりましょう、いくらでも、何回でも見てください、はい、いや、 Google の検索回数を上げるって非常にいろんな意味で大事なんでね、確かに、はい、確かに、はい、これね、すごいスーパーカップでやるぐらいだったから、ちょっとね、王者になったらこれ何かしらで優勝すると毎回やってくれるってことですよね。まあ、ね、もうそれを聞き切ってこう J リーグにお金くれるとかさ、はい、スポンサーの話してましたね、今ね、 Google にスポンサーになってほしいと、大変、いや、なんか興味があるのかなと。あれでもワールドカップとかでもやってますよね。そうそう、サッカー、そうなんだ、失礼しました、はい、なんか検索ワード、ある特定の検索ワードの時に反応があるみたいなのがちょっとあるよね、そうかそうか、じゃあまたタイトルを取ったらやってくれるんですね、うん、はい、ぜひともぜひお願いしたい、はい、はい、はい、といったところですが、他に、活性、AD から、うん、カンペ出てるんですけど、はいはいはい、例えば2月の18日まで見られるそうです、開幕の前の日、まだいけるわ、あ、違う、翌日までか、開幕、うん、1週間だからぴったり1週間いけるってことですね、そう、今週中はいけますよ、あ、ぜひ、あと、はい、あれじゃないですか、あの、皆さんスタグリ行かなかったでしょ、あのさ、あ、人があんなにいると思わなかったんだよ、エリア行ってました、行った行った行った、とんでもないことになってるっていうのは聞いたんだけど、そう、うん、すごかったよ、いや、どの程度とんでもないことになってるのかは写真1枚2枚ぐらいしかちょっと見かけなかったんですけど、エリズベリーにめちゃめちゃ並んどったって話は聞いてますよ、いや、てか前転やばかったんでしょ、だって、いや、ほんとほんと、そうそうそう、どっかもうしょうがないからどっかって思ったけど、そういう感じじゃなかったね、まあそこね、駅からの通り道でもありますからね、そう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 、いや、あ、うん、なんて言うんだろう、そもそもさ、あの、何、スタグルに貪欲な2チームが来てしまったっていう、そうだな、言われてみればそうだな、甲府も結構さ、スタグル充実してるスタジアムじゃないですか、うん、いやだから結構みんなスタグル文化が根付いてるクラブがファン来てで、たまに来るこう冷やかしの J リーグファンの皆さんがいて、よし、スタグル行っとくかみたいになったらそうなるよねっていう結果だよね、あれはしょうがない、うん、まあ、その分ね、中もまこんでたしね、あの、だから入場者数がね、5万人だもんね、そう、6万弱ぐらいかな、ちょうどもうちょっとで6万みたいな感じだったんで、5万か、5万過ぎだ、900何本みたいな、5万過ぎだ、そう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 、でも5万、まあだから、そう、あれ見て、あ、そう、まあそうなんだって思ったけど、ね、まあだいぶ来たなって感じですよね、あ、マーミー情報としては、あの、鳥はちらっと寄ったんですよ、帰国前に、あの、ナンバーグッズ出てたじゃないですか、うんうん、23番だけ完売してたよ、試合出てないんだけどな、すごいよね、まだな、そういうとこに貪欲だよね、やっぱね、うん、まあまあ持ってきてる数が限られてるんで、まあ、開幕また鳥は入ってるとは思うんですけど、まあまあまあ、そうですね、ナンバーキーホルダーかな、なくなってたのが売り切れてましたね、まあ、もちろん、あの、マスコットのグッズとかもなかったですけど、限定のは、そうですよ、すごいな、宮市さんな、やばい、ナンバーグッズ今年やばいと思うよ、はい、それでは、はい、富士フィルムスーパーカップはこの辺で、はい、はい、次のトピックいきます、
2月17日金曜日2023、うん、明治安田生命 J1 リーグ第1節川崎フロンターレ戦が開催されます。はい、はい、まあ、いきなり川崎フロンターレと轟での対戦、100% 声出し、はい、っていう形で、まあ超まあ、もうチケットはないよね、どっちもね、はいはい、まあ、そうですね、フルハウスですね、楽しみですね。はい、ではでは、あきらくんのプレビューをお願いします。はい、ということで、川崎フロンターレ戦でございますが、まだね、開幕してない上に、あの川崎の映像も見てないので、半分以上想像です。はい、それを前置きとして、見ていきたいと思いますが、まず振り返りですね、昨シーズンは2位で66ポイントマリノスと2ポイント差でしたね。うん、後半の追い上げが特にすごくて、ね、はい、後半の追い上げがきつくて、いや、追い上げなのか、うん、まあいいけど、はい、そうそうそうで、前回対戦はあの夏の1試合でした ね、 ね、だいぶ前になっちゃいましたね、もう、そう、あれ8月の話ですかね、うんうん、こんな早く終わると思ってなかったよね、川崎との試合が。そう、でそっからもう半年以上ですか、うん、でまた開幕と、開幕戦といえば3年前ですね、3年前、2年前か、21年の開幕も、まあ、川崎で轟ででしたね。ダゾンの視聴数がやばかった時ね。そう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 、あの3313を目指したあの試合ですよ。はい、はい、まあ、あれ以来の対戦ですが、川崎はそこそこにこうメンバーが変わっておりまして、谷口とか、あとは宮城とか、知念、まあ、その辺が、そう、知念もね、いなくなりましたね、うん、っていう面々が抜けた代わりに、まあ、大南、瀬川、上福本とかその辺が入ってきましたと、はい、まあ、プラバイで言ったらプラス1人なんですけど、あ、人数が、ね、入ってきましたと、はい、ただキャンプ中に怪我をした選手がおりまして、うん、それがなんとレアンドロ・ダミアンと小林優と家永ですよ。ベテラン三重士じゃん。そう、しかもチームのね、軸じゃないですか、うん、彼らがいなくなってどんなサッカーをするのかなと僕は思っているんですが、いろいろ見て回ったところ、まあ、基本的にはやるサッカーというか、あの布陣については変えなそうなんですよね。何、おにぎの機種ないの？はい、おそらくないと思います。で、トレーニングマッチをやってたんですけど、その中の一つのゴールがなんか右サイドにいたはずの山根美希が左に移って左のマルシーニョにボールを出した、うんうん、でマルシーニョがボールを、まあ、パスを出した相手が本来右サイドにいる、左サイドにいるはずの上り里にボールが移って、そこでゴールが決まったっていう、なんか俺何言ってんだろうなみたいな。そうなんですよ。何これどういうことなんだろうなって僕も見てて思ったんですけど、まあ、そういうやり方ですよね、うん、要はどのポジションでもそう、あのそこに誰かがいればいいっていう、どっかで聞いたことあるような話ですけど、あんま、はい、でそれに関しましては、あの両サイドが入れ替わってることうちよくあるから、まあまあ、あんま驚きはしないんだけどね。そ う、まあまあ、そうなんですよ、うん、ということで川崎に対策をする上で考えたいのは、まあ、マリノスが苦手な相手っていうのを連想することじゃないかなと思うんですよ。マリノスが苦手な相手ってどんな相手ですかね。僕はあの反応してこない相手が一番嫌だなって思います、うん、こうボールを動かしたり、まあ、ポジションを変えたりするのってやっぱり相手のマークを引きたいからだと思うんですよね。でそれにあの人数かけてついていかないチームの方が苦手だなという印象があるので、そういうやり方をするのか、あるいはまあ奪いどころを設定してやるのかっていうのがマリノスの守り方のポイントじゃないかなと思います。攻めに関してはね、もう本当に自分たちのやりたいことをやるしかないっていう、こうどっかで聞いた覚えのあるような言葉になっちゃいますけど、とにかくそういうぶつかり合いが見れる試合じゃないかなと思いますので、今年もね、あの煽りの映像が先ほど J リーグが出てましたけども、はい、これか、まあ、今年のこのシーズンを象徴するというか、まあ、基準になるような試合になったらいいなと僕も期待しておりますので、金曜日ぜひね、まあ、ダゾーンもしくはスタジアムで
見れたらいいなと思います。以上です。はい、レビューありがとうございます。はい、上福本ね、ようやく男前でしょ。ようやくこういうその、まあ、トップに近いチームに、ね、入るといいなと、ね、ちなみにキーパーはチョン・ソンリョン、どうやら大丈夫そうなので、出てくると思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、それではアウェイゲーム情報を、平日金曜日ですがパンダさんお願いします。私さ、チケット発売全然さ日付をさチェックしてなくて、全くあの参戦できなかったんですけど、聞いてる皆さんは行かれますかね。どうですか、チケット買えましたか皆さん。買いました。というわけで、はい、アウェイゲーム情報、今年最初ですね、開幕でございます。明治安田生命 J1 リーグ第1節対川崎フロンターレ戦、等々力陸上競技場でございます。2月17日金曜日、今週ですね、夜7時キックオフ、ぴったり7時キックオフになります。はい、でちょっとあの金曜日の試合なので、ちょっと金曜日フットリコない関係で、ちょっと今日アウェイゲーム情報やるので天気予報がだいぶ先になっちゃうので、はい、うん、変わる可能性すごい高いんですけど、今のところ晴れ時々曇り、ただしちょっと寒そうっていう感じですね、うん、最低が3度なのが非常に気になっております。いやー寒そう。あの経験上ですね、あの最高気温が10度切ってくると、まあまあ夜やばいっていう、うん、イメージがあるので、まあ、思い出してもらうと、あの何年だったか忘れたけど、あのあれか、優勝した翌年の ACL のホームの一発目の試合、シドニーかな、ありましたね、2月に私めちゃくちゃ寒かったの、寒かった、多分日産史上最も寒かったんじゃないかってぐらい寒かったわけ。あれが、だからちょっとそれぐらいなっても、あのなんとかなるように、会社帰りちょっと荷物多くなって大変だとは思いますけど、しっかり暖かい格好していっていただければなと思っております。でチケット先ほど、ちょっと触れましたけど、一応完売になってます。リセールとかもさっき見たんですけど出ていなかったので、はい、うん、あ、まあ、ワンチャン明日ですね、あの直前で出たりとかしたらラッキーって感じで、はい、で一応ビジターサポーター対象席種はビジター AGU ゴール裏の1階ですね、立ち見席と、ビジター SA 指定ゴール裏の2階席ですね、あとビジター S 指定がメイン側の、メインスタンドのアウェー側の席、でこちらの3箇所がビジター席にはなってるんですけど、一応ちょっとレギュレーション確認したら、今年はですねビジターグッズ着用制限なしエリアが、まあ、多分前より広がったかな、ちょっと、うん、そんな扱いがあるの。そう、去年とかね、確かね、コロナ禍はビジターエリア以外禁止に確か轟になってたんだけど、今年のレギュレーション見たら、一応制限しませんよってエリアが SSS ど真ん中ですね、あとメイン SS の南寄り、要はアウェー側ですね、南側が、あとはバック S 指定の南寄りと SA 指定の南寄り、ここが、ビジターグッズ着てても一応お咎めなしですよ、ただしトラブルとかがあった場合はご配慮いただく場合がありますみたいな扱いの席ね。なるほど、はい、に一応なってはいるので、だから万が一リセールとかでこの席種が出た時に一応候補として入れとくのはありかなと思って、はいはい、忍者じゃなく目を張っていけるということですね、まあ、一応来ても大丈夫よ、はいはい、まあ、すごい白い目で見られる可能性はあるけど、度胸さえあればいけますっていう席です。そうそう、はい、ということで、で声出し最初席は一応ビジター AGU の立ち見席のみと、あとは轟のこのレギュレーションで L 旗以上の旗は、ゴール裏の席だけになるので、一応ゴール裏2階前かな、だけどメインスタンドの方は、L 旗より大きいサイズの旗は不可ですよってことになってます。で、今年から全エリア 100% 収容になってますので、ゴール裏も立ち見席も 100% です。で、開門はキックオフ2時間前ですね。ビジターに関しては2時間前で、ビジターゴール裏席が13番ゲートより入場と、 S 指定席が B ゲートより入場っていうのは変わっておりません。で、 LINE で順番待ちも実施ありって今日発表ございましたので、試合前日、今回木曜日になりますかね、ね、LINE で順番待ちのエントリーを忘れずに、自由席の方はお忘れなくってことで、あとは特に変わり映えしませんので、トドルキに関する情報は何もありません。はい、大丈夫だと思います。はい、皆さん仕事帰り大変だと思いますけれどもめちゃめちゃ道込むのよ。確かに平日泣いたって、うん、ちょうどこのタイミングだしね、めちゃめちゃ道路も混むしさ、
めちゃめちゃ横須賀戦も死ぬほど混むしさ、最悪中の最悪だよね、あそこのナイターね、本当に平日ナイターマジ本当に嫌開幕から本当勘弁してほしい、行かないんだけども、ケチョンケチョンじゃないですか本当いい加減にしようというわけで、あの皆さんね、お家で見える方たくさんいらっしゃると思いますので、ダゾンの分配金のためにも必ずリアルタイムでぜひちょっとでもいいので見ていただけたらなと思います。あとリモートチェックインとかもね、しっかりあの今年も皆さんやっていただいてですね、はい、ぜひ現地の方はチェックインを忘れなくということで、以上ですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、J リーグから、煽りというか動画が出てましたね、ついさっき出てさっきですかね、ジジ、ジジ沼さん、ジジ沼、かわいい、今日もかわいいジジ沼で、川崎は、中村健吾と脇坂かな、はい、脇坂です、違うです、違うです、はい、ご飯で煮ます、はい、で、まあなんかあれだよね、その川崎、J リーグ30周年で開幕が川崎対横浜でしたよねみたいなので、川崎の流れで健吾がその川崎っていう名前のクラブが開幕戦、うんうんうん、J リーグの開幕で戦っていて、それを見てすごいと思ったのが、その自分も川崎っていう名前がついたクラブに入ることになるとはみたいなこと言ってましたね。うんうんうん、言ってたな。大丈夫かな、読売方面の人。それでもそう、どんな気持ちで見てるのかな。まあ、ね、事実としてはそうなんだけどっていう感じ。君らが上がってこないのが悪いんだよっていう思ってますけどね、うん、私は。まあ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 ね。はい。まあ健吾さんはそういう方をまさにしますよね。まあ無理やり絡めさせてもらったって感じだよね。まあ言われたんだろうけど。はいはいはい、ということで、うん、まあだから。J リーグ30周年目の、記念すべき開幕マッチという、まあ、扱いではあるようなので、はい、いい試合をして勝ちたいですね。視聴率取りたい、はい、うん、はい、という金曜日のゲームでした、はい、はい、では小ネタに行きます。まず最初が2月25日ホーム開幕の浦和戦に藤本純吾さんが日産スタジアムに来場します。お帰りなさい。はい、2022シーズンをもって現役を引退した藤本純吾さんがファン・サポーターの皆様へ挨拶に来られます。当日はホームゴールラインでご挨拶とトリコロールランドステージにてトークショーを実施いたしますということで、当日12時からトリコロールランドでレジェンドトークショー3人でやるのかなってことでしょうね。畑さんとね、でしょうね。で、13時頃ホームゴールラインで挨拶されるそうです。13時、はい、藤本純吾さんを知らない方もいるんじゃないかな。いると思う。いるかもしれないですね。で、ちょっとだけ経歴的にはですね、東高学園に行って、筑波大学行って、エスバルスで長く活躍された、選手ですね。はい、まあ、テクファンタジスタって言ってもいいのかな。はい。で、彼は神奈川出身なんですけど、実は、マリノスのプライマリーから中1まで、所属されてたってことで、ジュニアユースまでなのかな。そうなんです、はい、はい、っていう、まあ、下部組織の、まあ、歴があって、まあ、マリノスのことは思ってくれてた感じですね、はい。で、まあ、いくつかクラブを渡り歩く中で、実際にマリノスに所属するタイミングもありましたと。それは2014年と2015年の2年間、ね、2年間、ね、意外と短いんですよね。そうそうそう、2年でしたね。そう、イメージあるけど、いや、あれなんだよね、みんながすごく欲しがった選手でもあるから、うんうん、当時帰ってきて欲しかったというか、だから本当すごく歓迎されたんだよね、あの時。名古屋に行く前もそうでしたよね、うんうんうん、タイミング的に一回来てほしいなみたいな声で。そうそうそう、だから2年間すごく濃かったんだよね、ね、なんか、ね、だからね、うん、はい、14年の開幕戦でゴール決めましたよね。そう、上がるわそれは、うん、はい、っていうね、選手がスクールコーチとして帰ってきたと、はい、J リーグ通算328試合 J1 出場なんですけど、そのうち45試合がマリノスで出場した試合数になっています。2年間でいうと結構、まあまあね、ほぼ出てるよね、うん、はい。で、通算得点数 J1 54点のうち6ゴールがマリノスでの得
得点です、うん、はい、で、まあ、Jリーグ新人王、優秀選手、Jリーグベストイレブン、日本代表へも、受賞者出場という選手ですね、はいはいはい、でした、はい、で藤本淳吾さんがやってきます、うんうん、やってくるだけではなくて、藤本淳吾氏スクールコーチ就任のお知らせ、はい、そうですよ、はい、やべっちつって、ちょっと待って、あれ台本ぶっ壊れた、はい、大丈夫です、2022年シーズンをもって現役に引退した藤本淳吾氏がスクールコーチに就任することとなりましたので、コメントと合わせてお知らせいたします。はい、皆さんこんにちは。この度スクールコーチとしてマリノスに戻ることになりました。自分が幼稚園の頃スクールに通ってからマリノスを好きになったように、すごいね、今度は多くの子どもたちにマリノスサッカーが好きになってもらいたいです、うん、選手としては大変ありがたいことに長い期間プレーができてたくさん経験もしてきましたが、コーチとしてはまだ1年生もしくは幼稚園生だと思っています。至らないことも出てくると思いますが、指導者の第一歩としてさまざまなことを学んで成長していきたいです。どうぞよろしくお願いします、ということです。うん、やべっちでもめちゃめちゃしっかり語ってくれてましたね。本当に、はい、やべっち枠だったんで、この間、あ、うん、そうなんだ、はい、ジンゴ出てくんだ、出てきますよ、ちゃんと最後まで見てくださいね。ジンゴが何を教えるかって考えた時に一番最初に出てきたのがあのイクラチャレンジなんですよね彼は最長不倒記録持ってるんですよ、ガンバ時代にね、ガンバ、そうだね、ガンバだったよね、ほぼセンターサークルから決めたんですよ彼そうですね、あれが一番長い、イクラ出てる裏をね、はい、そうロングシュート決められましたね、はい、ぜひあの YouTube とかで探してみてください、最長記録ね、はいはい、最長不倒と言われてます、そうですねはい、という、まあ、藤本淳吾さんがマリノスに帰ってくるということになるそうです、はいはい、あ、ちなみに淳吾が出てくるやべっちの会はうちのやべっちのあデジの会、うん、の会なので、アーカイブなくなる前に早めにご覧ください、はい、はい、ありがとうございます、楽しみです、はい、次いきます、次はですね、あ、大きい話ですね、トリコロール版オンラインショップリニューアルのお知らせ、はい、来、はい、たよ、リリースを紹介します。日頃よりトリコロール版オンラインショップをご愛顧いただき誠にありがとうございます、トリコロール版オンラインショップはより快適にクラブオフィシャルグッズ等のお買い物を楽しみいただき、いち早く皆様のもて商品をお届けできることを目的とし、3月1日から名称と URL の変更を行い、 J リーグオンラインストア内のトリコロール1オフィシャルウェブショップとしてリニューアルいたします、はい、で今後は全てこの新サイトで販売することになって、現サイトの販売はございません、はい、で、もう一つ大きいですね、新サイトでの F マリノスポイント付与はございませんので、あらかじめご了承ください、うん、はい、ご利用の場合は J リーグ ID の登録が必要になります、3980円以上でお買い上げで、送料無料となります、現サイトのご利用は、2月中ですね、2月28日火曜日の18時までということです、はい、うん、というリリースが出ておりまして、パンダさんにちょっといろいろ聞きたいんですけど、はい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 、事情通、事情通、事情通ってことじゃないですか、こうやって僕らにとってのメリット、デメリットみたいなのがあって、どういう感じですかね。なんか一応そのオフィシャルから出てるところを見る限りで、うん、まず F マリノスポイントの取り扱いが一番大きく変わるっていうところかなっていう。そう、マリノスポイントがまあグッズで基本つかなくなるってことだよね。そう、ただし今までも店頭で買ってる分にはつかなかったから、オンラインで買ってた人は確かにつかなくなるって感覚あるけど、あんまりオンライン使ってなかった、ホームゲームに行ってる、よく行ってるような人はあんまり実は変わらないかもしれないなって思ったのが一つで、まあ、楽天に移行することによって、マリノスポイントつかない代わりには楽天ポイントがつきますよみたいなところはあるんですけど、Jリーグオンラインストアがね、ま、楽天の仕組みでできて、そうなんですよ、はい、はい、まあ、Jリーグオンラインストアの中に、トリワンのページができるみたいなことになるので、極端な話、これタクラブ同梱いけるよねなるほどね、そうなりますね、そう、それそうなのかな、おそらく集積そうなってるのかな、多分ね、カゴ一緒に入るような気がするんだよね、なるほどなるほど、そうそうそう、うん別サイトになってないからちょっと今入れてみようかな、はい、っていうところで、そのでちょっとなんか今この話だし思い出したのが、トリコロール1のサイトできた時って確かスポンサー絡みかなんかでこのサイトできたような気がするんだよね、ほう、
で、まあ、契約とかでちょうど切れるタイミングだったっていうのももしかするとあるかなっていう、もう長くもうこのサイトずっと使ってるんだけど、なんかそんな気もちょっと今してて、うん、そのタイミングも重なったのかなっていうのがまずあって、あとはマリノス的に多分一番クラブ的に問題があったところっていうのが、どうしても人が足りない、マリノス本当少数生でやってるって、こうクラブJリーグ界でも結構有名なぐらい人がいないんですよ、とにかく、うんうん、高浦ラブから見てもかなり少数生でやってるっていう風に言われてるので、っていうので、あの多分お気づきかと思うんですけど、全部手作業で多分あれ梱包作業してるんですよ、マリノスって、ほとんど、大型の新商品、例えば、まあ、ユニフォームだとか優勝記念グッズだとかは業者委託になるんだけど、基本は全部トリワンの事務所からみんな梱包して発送してたっていう。でそこにかかる人件費、在庫費用、横浜って家賃高いからさとか全部ひっくるめた時に、多分クラブ的には負担ちょっと下がると思うんだよね、全体的には、うん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 、でちょっと J リーグと楽天の契約がどうなってるか分かんないんですけど、こう J リーグのクラブがこうユナイトして、1個のお店にしてることによって1店舗あたりの負担がすごく少なくなってるはずなんですよ。そうですね、楽天の出店料ってこう段階によって金額とかプランとかが変わってくるから、うんうんうん、でなんで他のなんていうのかな、規模感の小さいクラブとかもあんまりこう費用をかけずに出店させてもらえてるんじゃないかなっていうのは前から思ってたんですけど、でそこでマリノスも多分今回も発送とか受け取ってる人とかは、まあ、ある特定の地域から来てるので多分物流センターでも委託してるのを分かってるので、うんうん、手作業での発送っていうのがほぼほぼ今後なくなると思うんですよね、マリノスも、うん、でそうなるとあそこのマリノスで借りてた事務所も1個開くし、あ、まあ、そうか、そうですね、そう単純にそういう、はい、横浜マジで家賃高いから東京ほどじゃないにしてもっていう、その辺も考えた結果、まあ客からしたらこう送料無料になる金額も前より低いし、まあ楽天が使いづらいってところを除けば単純にグッズを頼むだけだったら便利になるんじゃないかなっていう感じ。ただしちょっと自由度がどうしても下がるので、うん、今までみたいに商品画像がこういろいろたくさん見られたりとか、これのためにビジュアルを用意したりとかっていうところができないのがちょっと寂しくはなるんじゃないかなっていう気がします、はいはいはい、特設ページ作ったりとかで、そうそうそう、ちょっと難しいかな、はい、この仕様だとするみたいなとかね、うん、まあ、今後それをね改善していくとか変えていく余地が J リーグオンライン自体にあるんだったら分かんないけど、そう、ね、なかなか難しいかなとはいはい、まあでもそれだけまあスタッフの労力が必要だったところをまあ外注できるっていうのがまあ出てくるから、まあそれでね他のところのまあ活動に力を当てられたり、まあグッズのよりその企画とかマーケティングとかそういうふうにね、もっと力を割けるかもしれないですからね、そう、ある意味 DX ですよね、あ、そうね、まあもう本当に物で勝負するようになるというか、ね、うん、ここに割けるようになるかもしれない、うん、はい、ということだそうです。あとだから今まで在庫持てなかったものがフロッパーがもっと持てる可能性はある、確かに、うん、あそこじゃ置ききれなかったからどうしても横浜でね、うんうん、はい、あ、ちなみに今やってみたけどやっぱタクラブ同梱いけますねこれいけますね、二押しがある方に朗報ですねそうですね、そうですね、っていう使い方もできますはい、ありがとうございます、はい、はい、じゃあね、ここから、まあ、3月からというか開幕以降、まあ、新商品こっちですからね、そうですね、あ、そうか、今後はそう、今後はすべてか、もうすぐ新しいものはもうこっちからで、からこっちが2月28日の18時で閉鎖なので、旧トリコロール1に関しては、うん、そうかそうか、はい、じゃあもう開幕戦に向けてというか、ここから出てくるいろんな新しいものは、はい、そう、だから発売時間とかちょっと今までと変わるよね、うん、はい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 、はい、うん、あとあれっすよね、トリメンの特典でね、ゴールドかレギュラーかで順番がみたいな話ありましたよね、ああ確かに、もうユニフォームで一回試せてるから、ええ、ああいう感じで今後やっていくんだろうなっていう気はします、一体何が先行発売になるのか、限定グッズとかスペインとかね、いろいろありますから、ね、はい、ということで新しくなるトリコロールワンワンショップに期待したいです、はい、はい、時間が結構来ているので1個だけ言っとかなきゃいけなそうなやつ、募集2月19日
清掃&トリコール化活動実施のお知らせ。これね、はい、ですね、J リーグ2023シーズンホーム開幕戦を前に新横浜 F マリノス通りと小机商店街を皆さんで綺麗にしましょう、ご応募お待ちしておりますということで、遮断です ね、 だよね、はい、F マリノススポーツクラブでは2月19日日曜日に、ユースタスタジアムすぐ近くの小机商店街と F マリノス通り新横浜町内会周辺にて、清掃ゴミ拾いのトリコール化活動を実施いたします。2月25日に日産スタジアムで開催される2023シーズンホーム開幕戦に向けて、みんなで一緒にホームタウンをきれいに、そしてホームタウンのトリコロールマリノスファミリーをさらに増やして盛り上げていきましょうということで、参加してくださることを募集しています。マリノスサポーター大好き清掃活動です。はい、ですね、参加申し込み期限が、はい、2月17日の金曜日まで、はい、川崎戦の日ですね、はい、までですので、はい、ご紹介しています。当日2月19日日曜日の当日は第1部小机商店街、10時に集合して、お掃除して、トリコロール化活動をすると、うん、トリコロール化活動っていいね、はい、で第2部が F マリノス新横浜町内会周辺で14時集合、14時15分から15時まで清掃活動して、15時15分から16時までトリコロール化活動をするという形です。はい、で、はい、第1部第2部、それぞれ、まあ、投資でも、それぞれだけでも、はい、参加は可能だそうです。はい、で集合場所はお申し込み後にご連絡しますということになっています。はい、でトリコロール化活動の、うん、すいません詳細もありましたね。ホームタウンに暮らす人々とつながり、ホームタウンにトリコロールの、彩りやマリノスファミリーを増やしていく活動です。で主に以下のことをご一緒に、やっていきますということで、応援ショップカードを配布し応援ショップに入会してもらう、はい、うん、あとクラブポスターやフラッグを配布しお店商店街に掲示してもらうというものだそうです。はい、川崎戦の翌々日ですね。はい、そうですね、日曜日。はい、ご興味ある方はぜひ応募してみてください。はい、はい、最後にふっとりこからのお知らせです。ふっとりこ月金になりますよと言ったばかりですが、はい、金曜日は、はい、川崎戦ですのでお休みです。しょうがないですね、お休みです。はい、ということで、それを明けて、2月20日月曜日ですねが、はい、次回予定しておりますので、お待ちください。はい、本日の、トピックは以上になります。はい、それではお願いします。はい、ミックスゾーン、どうや、はい、はい、コーナーはリスナーの方にスピーカーに上がっていただき、モデレーターやリスナーに聞きたいこと、告知したいこと、マリノス関連、パートナー、スポンサー様関連のタレコミなどお話しいただけるコーナーです。我こそはという方はアプリ社の手のボタンをタップしてお気軽にお知らせください。お待ちしてます。あ、ちょっと J リーグオンラインストアのちょっと勘違いがあるとあれなんですけど、別に新店がオープンするわけじゃないです、これ。うん、今までユニフォーム販売サイトとかに使ってた J リーグオンラインの中にあるマリノスカテゴリーの名前がトリコロールワンオンラインウェブショップになるだけなので、今まで通り J リーグオンラインで買うっていう明細が J リーグオンラインから来ることは変わりません、うん、その中でトリコロールワンっていうあのコーナーができるだけなので、あの錆びれていたところが活発になるということですね。そうですね、マリノス何も出してなかったですからね。はい、そこに、はい、あの公式のグッズが全部行くようになるだけですので、はい、っていうか昔は楽天でしたよね。はい、一回やってましたね。でもあん時は同時にやってたかな、通販、うん、マリノスの方の通販と、うん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 、あったな、出たんじゃないかな、通販ありましたね。で最初はもともとオンラインショップができる前はあのメールオーダーっていうか通販式だったんですよ、年に1回。そうですよね、そうですよね、そう、すごい遡るとね、毎年あの年チケとかファンクラブの案内と一緒にそのグッズカタログが来るんですよね。あった年始4月とかに、懐かしいわ。もう売り切れ次第終了なんて、それなくなったら、はい、そこで年始で全部のグッズが出て、でも新商品とかもほとんど出ないから、そうですね、それで年間のプロパ決まって、
でもそれを念願で売り切っていくので、もう後半は本当グッズなんもないみたいな感じ。あったあった。だからユニフォームとかも予約とかじゃなくてもう生産数決まってっから買えそうそう買えるもんでもなかったっていうね時代もありましたけれどもね。欲しいですね。あと一個だけ言おうと思ってたやつは、はいはい、例の前回お話をしていたニューマンのあそこ吊り下げたいよねって言ってたやつですね、うん、あ金額の話、金額の話してたんですね、うんはい、実際も張り出されてますよねドラフトさん。はい、そうなんです。マジ？そうなんだよ。結構ね教えてくださってる方がいっぱいいましたけど、ドラフトさんが前もねやってくれてたよね、マリノス、うん、開幕でやってましたね、開幕の時かな、はいはい、そう、ツールとかにやってたのを、うん、そのうちの一箇所が例のニューマンの、はい、吹き抜けのところだと思うんですけど、あれしかも1本じゃないんですよね。そうそうそう、4本ぐらい使ってでっかいビジュアルにしてるんですよね。そうそう、 やるやん。いや、あれはやばいぞ。すごいやん。すごいんだよ。ちょっとね見に行こうかなと思ってます。それは見たいね。ちょっとねまだ見に行けてないけど、しかも多分ポジション的に横須賀線のホームから見えると思いますよ。あれガラス張りになってるんですよ。ほうほうほう、あの辺、そうそうそう、あの階真ん中、変なところにさ電車見える窓あるよね。そう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 、あそこから多分見れると思います。あそこからあここ電車通ってんだみたいな窓あるよね。そうそうそう、はいはいはい、あの他もね横浜駅構内にもいっぱいポスターがあるので、前回と同じ形のね。いや本当、はい、いや本当黙ってたら西口がさ本当取られていくからどんどん、ね、頑張んないといけないのよ、ね、西口。そう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 、っていうかそれで思い出したんですけど、うん、開幕、まあ、ホーム開幕の冠どこなんだろうなと思って、今んとこまだ出てないんですよ。だいたいぬるっとなんかついてるよね、うん、毎年ねここ数年オールテックさんがやってましたけど、そうそうそう、今年はどうなんだろうなってちょっと気になるところですね。確かにね。あとこれ垂れ幕以外にジョエルかなと誰だっけ、木戸さんかな、誰かの駅構内広告かなんか見かけたんだよねツイッターで。おお、どこのラインとかは分かんないんだけど、あこれそう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 、ドラフトさんが、ツイッターで投稿してますね、その元画像を。おお、はい、そのラインが感動をデザインする、はいはいはい、そうですね、とロペちゃんかな、そうですね、ピンショのやつ、はいはいはい、そうそうそう、はい、プラスであれですよね、確か地下鉄の方にもでっかいやつ、あの開幕ビジュアルのやつ、王者横浜開幕、開幕、 あれが地下鉄かいつものところ、はいはい、はい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 、はい、Jリーグ開幕に先駆け2週間掲載されるそうですね。今日からな、うん、みんな月曜日スタート横浜はですね、はい、広告系はちょっと通勤とかで通られる方はぜひね、ぜひぜひ、あったよっつってもらってあでドラフトさんこれツイッターできたんだって。あそうそうそう、そこっすよ。そう今ちょっと完璧ついに、ちょっと待ってください。前はね社員の方とかだったもんね、ツイッターやられてたのね。そうでしたね、多分事情通が喋ってくるんじゃないでしょうか。そう事情通カンペを持ちながらこっちに上がってきた、はい、すいません、はい、はい、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは、フレイ君。はい。フレイ君です。はい。そう、ドラフトさんのツイッターができたっていうのがそうなんですよね。うんうん、ドラフト。違うネタをぶっ込もうと思って上がってきたんですけど。あ、どうぞどうぞ。うんうんうん、まあ、2023年が開幕するということで、はい、今シーズン達成されるであろう達成間近の記録をちょっと調べて。おー、いいじゃないですか、いいじゃないですか。うん、いくつかあって前半戦で達成されそうなのは、うんうん、まず試合数出場でいうと、はい、西村拓真選手が、はい、あと7試合出ると J1 通算150試合です。 J1 通算150試合まであと7試合、西村拓真選手、はい、あと小池龍太選手も J1 通算150試合まであと8試合です。でもあ、いけるな、いけるな、一気に来ちゃうねこれ、うん、復帰すれば、ね、そうね、これ前半戦いけるかどうかって感じなんですけど、松原選手も J1200 試合まで来たじゃん。松原健さんそんな来ちゃったもんっていうのが出場試合数のところで、はい、
得点も一つありまして、お、うん、水沼宏太選手、お、 J1 50得点まであと5です。あと5点いけるわ、いけるね、これは前半のうちにいけそうやわっていうのをちょっと今調べてました。豆ですわ。ありがとうございます。ありがとうございます。一応確認ですけど、 あの、はい、マリノスくんさんの連続出場も続くんですよね、のはずです。ですよね。そうなんですか。はい、つば九郎が続いてるんで続いてると思います。そうですよね、はい、確かにちゃんと座ってますよね。いや、そこちょっと気になってんだよね。そう、まあ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 、まあ、それはそれは、はい、そうちょっと開幕のお楽しみってことで、はい、はい、あともう一個あれですかね、三谷くん、あの声出しの話ですかね。ああそうや、あそうですね、さっきツイッターの方でご指摘いただいたんですけど、アウェーゲーム情報の声出しのところが、ビジタ自由のみ声出しっていうふうな表示。あ、そうしてたわ。変わったね、そういえば。そうですね、全席追加で変わったんだわ。声出し追加になってますよ。この間のあれだね、国のガイドラインでチェンジだったの、差し替えに。すいません、失礼しました。ご指摘ありがとうございました。ありがとうございます。っていうぐらいですかね。あとは、ラスさんの YouTube は上がったとかですか、ね、ああ、らしいですね。そうだ。キャンプ来てたんだっけ、うん、練習、栗浜か。そうなんか来てるっていう、那須さんいるよっていう噂は聞いたけど、那須さんですよね。一応 OB って書いてありました。そうですよ、忘れられがちなね。一応も何もキャリアのスタートですよ、那須さん。でもでも当時知ってる人ってでも雄三ぐらいしかいない。鳩さんもそうね、鳩さんはまあ知ってますよね、はいはいはい、水沼宏太だってまだプロじゃなかったですもんね、全然。いくつさ、ギリギリ連れ違いかも、ね、ジュニアユースとかじゃないですかね。特殊二種登録か、かぶってるかな、いくつさかな、だ大卒だもんね、大卒1年目だから、うん、ああそうね、はいはい、ありがとうございます。はいはい、以上でいいですかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。行った後で思い出したけど、哲也おったやん、てちゃんと。大志はかぶってないね、多分かぶってないよね。那須くんかぶってないと思いますね。かぶってないよね、大志もね。そうそうそう、ちょうど境目な気がするね。だそう、あの淳吾もかぶってるな、そうや。いや、ほんと、いや、いないな。意外とね、ほんといないな。スタッフはまあいたかもしれないですけど、うんうんうん、あ、ニッシュでかぶってた。あ、コウタ、ニッシュ登録ギリかぶってた。ありがとうございます。ありがとうございます。そこなんか2007まで2006だと思った。ちょっと年号とかしても分かんないんだし言われても。そしたらじゃあ大志もかぶってるって。そう、あ、大志もかぶってる。ギリかぶってる。じゃあよかったですね、あの友達いないでおなじみのスクンなんで。はい、知ってる人いてよかった。かぶってる、はい、あ、かぶってるかぶってる。ナスよかったよかった。ナス君意外といた。そっか、ナス君じゃあ、そうか、ダービーの時いたのか。そう、なんかそういうイメージはちょっとごめんなさいけど、あんまなかったわ。はい、はい、あ、そうですね、ゴール裏からもあの全部のタイトルとダービー全勝しましょうって言ってましたね。あ、はい、出てましたね。一個も触れなくてごめんやった、本当あの申し訳なかった。ユースの試合見たよ、ちゃんと。あ、そうだそうよ。そう、旗野君すごかった。いや、すごかったね、すごかった。22番やし、うん、センターバックやし、確かに、かなりあの体張って守ってましたよ、うん、バーチコンバーチコン弾かれてました。イクラもいたか、そうか、あ、そうか、イクラ帰ってきたからね。そうだね、そうイクラは被ってる。そう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 、まだちょっとチームとさ合流した感がなんかまだなくて。なんだほら、みんなと一緒にいるとこさ、まだ見てないじゃない。どんな感じで合流したのかちょっと気になるから、早くあのトリプラお待ちしてますって感じ。今週どっかで見れるかもしれないですね。そうそうそう、そうですね、メンツがね、お若手だったんですよね、今回のマリノスユースはね、うん、2年生1年生だから。そうっすね、新人戦みたいな感じだよね、うん、いやってな感じですか。事故ってる開幕前から放送事故になっちゃう。ぼんやりぼんやりしちゃった。開幕ですから ね、はい、今日触れなかったやつはか、ね、そこそこありますけどね。そうですね、あの、まあ、ルヴァンの U21
選手の扱いの話とかは、そうですね、ちょっと時間タイミング見たり、あと海外向けの、ね、プロモーションの話ね、グループですかね、はい、はい、とか、坪倉さんが帰ってきて嬉しい、そうだ嬉しいのはなんで嬉しいのかっていう解説をユースの方にしてもらいたいなとか、確かに僕らではそう分かりきれないので、ほとんどなんスタッフの増員すごく力入れてるよね、うん、育成とかユースとかね、そんな感じするよ、大事なとこですよ、うん、シャバン効果、あと吉勝さんのあれとかね、あ、触れてないんだっけ、私まだやってない、そういえば触れてなかったと思います、それカズシさんまでは触れた、そう、カズさんまでは触れました、軽く言いましょうかね、はい、川口義勝が振り返る若き日々の挑戦とベストイレブンということで、ビヨンドトゥギャザーですね、はい、ショートコンテンツ、3月17日劇場公開が決定しておりますけれども、そこからショートコンテンツですね、はい、出ていまして、川口義勝選手が、自分の経験と、はい、ベストイレブンを、はい、紹介してくれてましたね、はい、これ吉勝がマリノススタートだよってことを知ってる人もだんだんと減っているのではっていう、そうマリノス感もない、僕が見始めた時にはすでにジュビロのキーパーだったんですよ、あ、そっか、でも代表の吉勝はなんかマリノスっていうイメージなんだよね、うんうんうん、私、まあ、一番最初に好きになった選手だからっていうのもあるんだけど、かなり、ね、苦労したって話を、あの人もピッチと内外でのキャラの変わりっぷりが本当すごい、YouTube 見て改めて思ったけど、あの人本当普段本当さ温厚すぎるぐらい温厚なのに、ね、なんでピッチャーになっちゃうのっていうタイプだね、そうめっちゃ分かりやすかったしな、そう、うん、すごいなんか、あ、なんて言うんだろう、あのコーチとか育成とかもそうだけど、うん、なんかそういうね、あの指導者感ありますよね、うん、今の喋ってる姿見ると、90年代マリノスのキーパーは、まあ、吉勝さんか重さんか、まあ、そこら辺もね、あの YouTube 見ていただくとね、はい、話出てきますし、うん、あえてマリノスを選んだって話とかね、うん、いや、よかったですね、ぜひそういうクラブであってほしいですね、ずっと、はい、はい、ということでフットリコ本日162回目でした、はい、遅くまでお聞きいただいてありがとうございました、感想タレコミなどハッシュタグフットリコでお待ちしております、はい、明日以降ポッドキャストや YouTube でのアーカイブ配信も行っておりますので、もしよかったらお聞きください、はい、はい、それでは皆さんさようなら、おやすみなさい、また来週、そして川崎加藤